牧師。日本キリスト教会の指導者。京都大学哲学科卒業。ジャン・カルバンのキリスト教皇用の翻訳者として知られる。大阪府出身。田舎のクリスチャンホームに生まれたが、両親は神社参拝をしても良いと教えていた。当時から主流派、キリスト教会は、 宗教的な妥協の道を歩んでいたのである。旧正高校時代は、偶像礼拝という意識がないままに、球長として、神社参拝を行っていた。また戦争中は、日本軍の将校として、神社拝礼を指揮した。1949年京都、大学文学部哲学科卒。1977年、カルバンの教会論で、京都大学文学博士。 大学卒業後、進学を学ぶ過程で、その行為が、教会を通して行われた、配信行為であり、神の前に、偶像礼拝の罪であるという意識を持つに至った。そこから主はじめ通るについて学び始めたという、新週書き選挙講座を、毎年開催。世田谷、九条の会呼びかけ人を務めている。2020年3月27日。 96歳で死去。1949年に伝道者となり、1958年、開拓伝道をはじめ、日本キリスト教会東京告白教会が形成された。渡辺牧師は、日本キリスト教団の理念である公開主義の存在自体を否定している。公開主義を担ぐ人は、休日元の時からいたが、 資料を客観的に見ていけば新起労のように消えてしまう幻想である。教団は長い間この夢物語を神話化して、その神話によって、教団合同を正当化していた。という。日本キリスト教団は、教会ではなく、教会ではないものも混ざっていると指摘している。現代日本人名録、主の民か、国の民か、キリスト者の時代精神、世田谷、 九条の会申し合わせ、渡辺忍氏死去、東京国白教へ原木シカル版、キリスト教皇要役者、クリスチャントゥデイ、2020年3月27日閲覧。横浜長老教会教団離脱50周年、記念公演2001.0325。ありがとうございます。